テリはアメリカ合衆国出身の俳優、脚本家、プロデューサー。1994年の映画、ブロードウェイと10段でアカデミー助演団優勝にノミネートされ、1993年の自身の戯曲の映画化、ブロンクス物語、1995年の映画、ユージュアルサスペクツ、デビッド・クヤン捜査官、役、1999年の映画、 アナライズミー、プリモシンドーネ役、2009年のドラマ、モダンファミリー消費役で知られる。1952年5月15日、ニューヨークのブロンクス国で、バス運転手、ロレンツォ・パルミンテリと、専業主婦、ローズのもとに生まれ、ベルモントで育った。両親はイタリア及び、シチリア系。一家は、シチリアのアグリジェントのメンフィからの移民の家系で、聖、パルミンテリは、 シチリアを起源としている。1908年、祖父母カロジェロ・パルミンテリート・トローザ・ボンファンテが結婚し、1910年に、渡米したのである。俳優として、目が出る前、ドルフ・ラングレンと共に非正規雇用の警備員と、オフブロードウェイでの俳優業を掛け持っていた。勤務していたバーにて、タレントエージェントのスイフティ・レイザーの入場を断った、ことで解雇され、自伝的一人芝居。 ブロンクス物語を執筆した。1988年に自分で脚本を書いた一人芝居、ブロンクス物語が評判になり、1993年にロバート・デ・ニーロが改訂及び監督した映画、ブロンクス物語が公開された。リー・ストラスバーグの下で演技を学んだ。2004年には、ノエル・ノエルで監督としてデビューした。2010年、ニューヨークにて、妻、 ジャンナ・ラナウドと共に1989年、ロサンゼルスにあるシアター・ウエストにて、自伝的一人芝居、ブロンクス物語を初演し、オフブロードウェイにあるプレイハウス91で2ヶ月間上演された。パルミンテリは、ブロンクス区での子供時代を大まかに元にして、脚本化し、18のキャラクターを一人で演じた。ロバート・デ・ニーロがこの舞台を感激し、映画化。 ブロンクス物語で監督デビューし、パルミンテリと共演した。2008年、ブロードウェイにあるウォルター・カーシアターにて10月4日に、ブロンクス物語プレビュー公演が、10月25日に本公演が開幕し、18週間上演された。ジェリー・ザックスが演出、ジョン・グロマダが音楽を担当した。2014年、ケニー・ダキラ脚本。 あのオーガナイズドクライムでダキラの仇役を演じた。パルミンテリはデニーロに映画出演の機会を与えてくれたことに常に感謝しており、デニーロに敬意を表しダキラのマフィア作品に出演することにした。2018年5月、ミュージカル化作品、ブロンクス物語に出演した。ブロードウェイ・オフ・ブロードウェイ。ありがとうございます。